リアルライフ企画第1弾、賞金総額25万円有名人トツナンバーワン選手権、25万円。雨降ってきましたね。そうそうたるメンバーが今日集まってますので、まずじゃあ今日参加するメンバーを4名をご紹介したいと思います、はい、まずは、はい、今日の遅刻魔3時間待ちです。ミキティです。なんと今回の企画で電撃2日間のみ限定で復活ということで、はい、意気込みをよろしくお願いします。はい、1位もちろん取ります。10万円を1位の10万円狙って1位の10万円を狙ってちょっと引っ越し費用に当てたいなと。おおいいですね。引っ越し費用に当てたいな。なんか作戦とかありますか今回？いや作戦はちょっと言えないですね。作戦言えない秘密で、もう練ってるんで OK です。楽しみにさせていただきます。1位狙って頑張ってください。狙います。はい、じゃあ続いての挑戦者は3杯目、ヒカルくんです。お疲れ様です。お疲れ様です。ヒカルくんです。何も仕込みないですけどいいですか？何も仕込み全然いらないです。仕込みなし、台本なし、遅刻ありでやっていきましょう。はい、狙うは、まあ、あの全員の賞金奪う。おお、まあ、もうぶっちぎりの10万、1位の10万とかじゃなくて賞金全部奪う。全部奪う。そんなシステムちょっとルールにはなかったんですけれども、はい、何か作戦などはありますか？全然ノープラン。ノープランで体当たりで。もう体当たりでいきます、また真っ向勝負。ちなみに2日間の長時間の企画ですけれども、まあそれぞれ時間調整して配信すると思うんですけども、はい、ぶっ放す気満々ですか？いやもう行きますよ。ここから走ってもう速攻スタートした瞬間行きますから。もうお、はい、じゃあ頑張ってください。期待してます。はい、よろしくお願いします。そしてそしてなんと超大物ゲスト、はい、新役所でーす。急遽すごい、あのヤミーが出る枠が俺なぜか呼ばれてました。関西から来ました。イエーイ、ありがとうございます。今日は今回ヤミーが本来出るわけだったんですけれども、ね、あの急遽オファーしたところありがとうございます。本当に一昨日ぐらい聞いたもんね。それぐらいね動ける新やつのみんな覚えてる。あの寝ると金梅チンのリアトツの時もあれもうすぐ来たから、ね、すぐに返信したから行きますって。なんか今回作戦などありますか？俺もノープランなの。ノープランで、うん、やっぱり生放送みんな、まあね、生放送ならではの、まあ、運とねこの足で動きまくるから頑張ってください。まあ、リスナーさんの情報も大事なんで、ここに芸能人いるとか、まあツイッターのフォロー数1万なんで、そういう情報ください。お、そうですね。今回の企画はリスナーさんも参加全然 OK なので、皆さん推してる生主のね情報をどん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 1万以上のフォローの人を呼んでくれ。まあ後で企画説明するんで、ね。そうですね。そこでじゃあ、はい、うん、また聞きましょう。じゃあ。よろしくお願いします。そして今話題のさとみさんです。ありがとうございます。有名人ナンバーワン選手権とちマッチということでですね、有名人を頑張って発見したいと思います。よろしくお願いします。もう東京都内、関東圏内どこでも行っていいんですけど、関東圏、東京都内、関東圏どこでも有名人を見つければ勝ちということで、いっぱい見つけていきたいと思います。どの辺狙っていきたいとかありますか？そうですね、やっぱりね、ディープな、どこら辺だろう、港区とかね。お、港区とか攻めていきたいですね。好きですね、芸能人が住んでる。行きますよ。ちょっと体調もあまり良くないんで休み休みになると思いますけれども、ちょっと頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回の企画なんですけれども、4名で企画を行いたいと思います。では企画の説明を私の方からさせていただきます、はい、まずですね、有名人 SNS で Facebook、Twitter、Instagram など何でも構いません。1万人以上のフォロワーがいる方に1ポイント差し上げます。1万人以上いる方を探してください。その時にですね、リアトツをしていただいて、配信に移っていただいてちらっと挨拶をしていただくとか、あ、この人なんだということを確認してください。もし難しいなとか顔出し NG の場合は、まあ、声で分かる範囲でなるべく出演していただくと。でさらにですね、遠巻きに聞きで、まあ、本人と分かるようになる、分かるようにカメラで映った場合も、ポイントに加算させていただきます。1万人で1ポイント、5万人の SNS の場合は、5ポイント差し上げますのでよろしくお願いします。でですね、ボーナスポイントとして
その有名人のツイッターなどで、今回の企画リアルライフという企画なんですけれども、ハッシュタグ、全角カタカナでリアルライフと打ってですね、今回の企画をツイートして応援していただいた場合、なんとポイントが2倍になります。なので、1万人以上いる人を見つける、配信に乗っていただく、その時点で1ポイントなんですけれども、なるべくリツイートしていただいて、ポイントをガンガン稼いでください。ツイッターのフォロー数の倍でいいんだよね、というよりもポイントの倍になるっていうのが、はい、相手にリツイートしてもらったらってこと。そうです、リツイートでも OK ですし、ツイートでも OK です。写真を撮ってこう、じゃあ5万フォローの人が5ポイントで、はい、リツイートしたら10ポイントでいいです。その通りです、はい、ボーナスがつきますので、なるべくツイートをしていただいて、 Facebook でももちろん構いませんし、 Instagram だったら写真ツーショットで撮って、ハッシュタグリアルライフというふうに打っていただければ大丈夫です。でですね、今回、企画ですので、警察だったとかは一切なしで、もしあった場合は失格になって賞金の方が出なくなりますので無効になります、はい、なので、警察だったら一切なしで、トラブルも一切ないようによろしくお願いします。まあ、追い返すのはいいでしょう。そうですね、なるべくその辺は、まあ、追われたら来るから、まあ難しい。で、例えば東京都内にいるリスナーさんから、情報提供を求めたりとか、リアトとして配信を手伝っていただいても OK です。なので、仲間の配信者やリスナーさんに協力していただいても全然問題ないので、皆さんで盛り上げていきましょう。知り合い呼んでもいいよね。知り合い呼んでも大丈夫です。よろしくお願いします。例えばですね、知り合いの生主でフォロワー1万人の人がもし来てくれて、その場でリツイートしてくれたらポイントに加算されますので、もし知り合いの生主さんとか芸能人の方いたら、ぜひ参加するようにしてください。はい、あとはですね、賞金の方を説明させていただきたいと思います。今回4名の参加なんですけれども、なんと1位の方には賞金10万円をリアルライフさんからいただきますので、皆さん普通に1位狙っていってください。で、2位の方あるんです。いくらだと思いますか？7万円です。2位にも出ます。7万円でかい。3位の方も5万円出ます。でかいな金額。なんとビリになっても3万円出ます。そちらの方1位目指して頑張っていってください。ただですね、1点だけ注意があります。3位になった方、4位になったビリの方、3万円いただけるんですけれども、罰ゲームが。罰ゲームが。なので、あ、すいません、はい、今回遅刻前のミキティ、3時間僕ら待たしてますからね、この企画始まる前に。3ポイント限定。ごめんなさい、3ポイント限定。3ポイント限定。早くも。限定からスタート。限定からスタートでいきましょう。罰ゲームどこね。やば、土下座で済ましたりよ。土下座で、おい、土下座で。土下座系は犯罪だっていう。いや、その3ポイント限定より、今ここで土下座した方が早いでしょ。ちょっと待ってください。早速警察沙汰になりそうだったので、ちょっと使い入らせていただきます。警察めっちゃいるよ。そうですね、めっちゃ土下座1本でいいんじゃねえの。はい、ということで、東京都内関東どこに行ってもいただいても構いませんので、皆さんそれぞれ頑張って1位を目指していってください。で、最後にですね、終わりの時間が13日の8時でよろしかったですか。長いな、この時間、ね、長い、ね、約3日間ですね。3日間開催されますので、その間にガンガンポイントを稼いでいってください。はい、大丈夫でしょうか。はい、何か分からない点がある方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。 OK です。ではですね、企画を始めたいと思うんですけれども、めっちゃ有名な方ですよね。僕あれカメラマンちょっとカメラマンやってるじゃないですか。何やってるんですか。カメラマンかと思った。何やってるんですか。カメラマンかと思ったんですけど、カメラマンかと思ったんですけど、そんなもの呼び出されて、はい、やらせすぎだな、これ。何ですか。これ金馬さん、ちなみにツイッターのフォロワー数何人ぐらいいらっしゃるんですか。5万人です。5万人。5万人もし今この瞬間でツイートしたら、10ポイント、さとみさんに入りますので、大幅リードで。師匠、師匠やるの。まさか今もこの時点で5ポイント入ってます。早くて5ポイント来て、スクショして。ちなみになんですけれども、
2日後の企画、ちゃんと本当にリアルとしたかどうかデータを残すためになるべく リスナーさんにしてもらったり写真を撮るようにしておいてください。リスナーさんね、なかなか、はい、リスナーさん一応証拠を残しててください。この3日間できるだけ、うん、キャプチャーをできるだけで、キャプチャーでくれて証拠としてね、集計するんで、もしね手伝いたいっていう人とかリアルとして盛り上げたいっていうリスナーさんいらっしゃいましたら一緒に手伝ってください。これはちょっと意義あり。はい、どうぞ。アンケート取るのダメですか？アンケート、さ、いきなりさ、もう焼肉の段階でさいたし、リスナーさんがこれありなのかなしか、これちょっと聞いた方がよくない？いきなりさ10ポイントとかじゃ無理だもん。でも野鳥割りとかそこだよ。なんで話もネバーランド、ネバーランドって、いやまだね、ミキティ遅刻者はマイナス3ポイント分かんない。いやなんで、もともとね、ツイートの時点でね、ヒカルとサトミとキンバイちゃん電車内でいたでしょ。その時間でやらせじゃん。バンドさんやって人脈じゃなくて、今後もっともっと彼氏と彼女なんだ。人脈ですよ、これは。だって俺放送してないよ。放送してなくてもこれありなんだよ。大手生ですよ、歌ってくださいよ、やっとさん。だってもう10万確定じゃん。あ、10万確定じゃん、無理ゲーじゃん。で、まあ、和田さん、これどうすればいいの？さとみさんのどこをこう、ツイートする？ですね、放送の番組にリツイートするんですけど、その時に、ハッシュタグ、シャープをつけてカタカナでリアルライフというふうに打っていただければ、それでポイント加算されます。これに、引用リツイートですね。ハッシュタグ、はい、引用リツイートで、ハッシュタグ、ハッシュタグ、シャープです。無理だ。気が損ねられる。フェアじゃないなと。シャープ。お前らがいいならいいよ。シャープです。で、カタカナでリアルライブと検索ください。ちなみにですね、ルールの詳細や番組の詳細などはホームページリアルライフを、見ていただけると明確なルールが載っておりますので、リスナーの皆さん、ルールに困ったときはリアルライフを。おいや、押してください。来るの？10ポイント。さとみさん、10ポイントです。早いな、早いな。早い。それでは皆さん、企画スタートします。用意、スタート。スタートです、どうぞ。早いな。スタートです。ありがとうございます。スタート。あ、ありがとうございます。スタート。スタートか、これ。まあでも長いから、しょっぱな。ここでじゃあ。デート楽しんでくださ最初、金梅ちゃんが代わりに来ると思って、さとみちゃんで楽しんで。電池が動く。途中でまた千葉県。あれ？あ、ありがとうございました。また、千葉にあかんでありますか？ということで、司会の和道でした。リスナーの皆さんありがとうございました。司会の和道、中継は以上です。皆さん、オッセル生主リアトとして応援してください。ありがとうございます。オツです。お疲れ様です。オツです。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。